うわ、潮が高いな。これすぐ潮ですよ、これ。ね、あ、向こうの方何あれ。バンヨリさんみたいな、市場みたいなあるな。デコイ。デコイじゃないよ、カモメ。スズメもカモメも。スズメがいっぱいいるでしょ。でこっちはあのカモメがすごいいるよ。こんな待ってる。これね、この海はね、昔の尾道、僕らが子供の頃尾道の海が、だいたいこのぐらいの感じの汚れっぷりでしたよ。今、友はこのぐらいなんだね。同じぐらい汚れてるな。今、尾道の海は綺麗でしょ。友はこのくらい、ちょっとあんま綺麗じゃないね。インスタント食品、友せん？知らないよ。有名なの？インスタントじゃないけど、うん、ここが有名じゃん。あ、そうなの？知らない、聞いたことないな。ほとんど知らないんだよね。しまなみ信用金庫の駐輪場だって。なんか処理せんとそのまんまるのかね。これ観光なんじゃないの。これがちょっと現代旅館チックな感じは否めないけどね。まあ、この感じは可愛いよね。シーバスじゃなくて海上タクシーらしいですね。ゲストステージ江ノ浦とも丸五。桟橋をね駐車場にしちゃう感じっていうのはこうある意味カオスですね。すごいと思います。トンネルはねダメだって書いてありますね。雁木だよ。尾道にはもうこのねネイティブな雁木がなくなっちゃったから共にはあるね。ネイティブ雁木、雁木がもう黄昏るわ。いい感じじゃない。力石じゃなくてねすごいキノコある。ほらすごい、かっこええ、こかっこええ、どうこれ飛べ、無理か、かっこええな。ここは台風の時は沈むだろうね。このねサイト僕がディレクトリの編集で一番最初に編集したサイトだな。思い出しちゃった。こんなとこにあったんだね。良質の豆で自家焙煎、違いがわかるこだわりのコーヒー400円。トウロ堂ねえ、これはよくメディアで出るときに象徴的に映される、これなんだっけ、灯台、あ、灯台だっけ、なんだったっけね。これ何、これアットカフェだって。ハイカラなもんがあるよ、アットカフェ。いや中はものすごいハイカラね。アッ
とかイタリアンな感じ、今風のもんもあるね。チアスか、チアスか。路面はいまいちこういかにも観光観光してたけど、ここはいいね、昔からある感じだな。これが有効券だったとこだね。今わかんないけど名前、有効、今も有効券か。まあ言ったらここから始まったぐらいの一連の騒動みたいな迷惑なんでしょうね。こんだけの道をさ、車が往来しちゃったらそら迷惑だよね。そこにさらに人なんかが歩いちゃったらさ、行き違えないもん、これ。ほら、ほら見て、こうなっちゃうの。ほら、ね。タヌキってそこ？